ウルギアシミどうもいらっしゃいませ、ウルギアシミです、本日は大人気企画魂のワンコーデ、本日のゲストはどうもー、ゆんとちわでーす。りんちゃんでーす。中目黒のダンというセレクトショップの美人店員さんです。今日はりんちゃんの魂のワンコーデ見せていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。魂のワンコーデ、ルーレットを回して止まったシチュエーションのコーデを組んでもらう、センスが問われる魂のワンコーデを見せてもらおう。じゃあ早速ルーレットを回していただきます。いきます。はい。てるるん、てん。付き合って1ヶ月、彼氏とデートコーデ。イエーイデート服。そう、付き合って1ヶ月。だちょっとこなれてきたぐらいの。はい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 。でも1ヶ月だからね。彼氏は1ヶ月ってことは何回目？ 4、5回目ぐらいじゃない？週1で会ってたら5回目ぐらいのデートですよね。うん、そうね。ちょっと女の子っぽいね、やっぱり。そう、残念ながらうち古着しかないちょっと私っぽい感じは残しつつ、ちょっと女の子要素を取り入れた格好もしたいんですけど、うん、ちょっとガチで考えていいですか？クイズでしょ。で、彼氏の服装は私の理想な感じでいいですか？あ、彼氏の服装どうしようか。え、りんちゃん好きな男の子の服装はどんな感じなの？シンプルだけどこだわりの強いものを着てたりとかが好きですね。あ、じゃあ古着着てても、いいです。あ、なるほどね。リーバイスとかをかっこよく着こなしてる人とか。あ、なるほどね、なるほどね。え、T シャツにしようさって可愛いのか。これ可愛いと思ってました。あ、それオズの魔法使いなんだ。あ、なんかパンプス、赤いパンプスあって。そうそうそう、ちょっとこれ候補で。候補で、オッケー。さーて、りんちゃんの魂のワンコーデどうなるでしょうか。お披露目まで。はい、こちらがりんちゃんの付き合って1ヶ月、彼氏とデートコーデ、白セットアップ。はい、かわいい。ちょっと気合を入れて、年上の男性が好きなので、はいはいはい、はい、ちょっと大人っぽくなれたらいいなと思う。上下白で。ポイントは年上男性をちょっと意識しながら綺麗め。はい年上男性を意識しながら綺麗めで、パンティーで。多分普通だったら何て言うんですかね、女の子は結構カミソールとか着がちですけど、ちょっとメンズライクなアイテムを一個どっかに取り入れたかった。なるほどね。なんで？私の好きなファッションがちょっとする感じで。あ、メンズライクな感じ。メンズライクなアイテムを絶対どっかに入れる。へえ。普段から好きなので。おしゃれだね。ということで、美人店員りんちゃんの魂のワンコーデでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋、古着屋シミーをよろしくね。